ダイナシティは神奈川県小田原市中里にある大型ショッピングセンターである。1979年9月に大道家織工場敷地跡の一部に日井が出店する計画を発表したのが始まりである。しかし、この日井鴨宮店の出店計画は地元の小売業者などが清少地区大型店対策協議会を結成して、 第一種大型店出店の凍結宣言出すとともに、小田原商工会議所も大規模小売店舗出店凍結を出すなど反対が強かったことから実現しなかった。その日義に代わって、伊東洋華堂小田原店が出店することになり、1993年10月21日に、伊東洋華堂小田原店を各店舗とする大道プラザとして開業したのが始まりである。 開業時に年間売上高約85億円を見込んでいた各店舗の伊藤洋華道小田原店が1997年2月期に年間売上高約154億円を上げるなど順調に売上を伸ばし2000年9月28日にはロビンソン百貨店小田原店が入居するウエストモールが増設され伊藤洋華道小田原店が入居する既存の イーストモールと合わせて、百貨店と総合スーパーの2角を持つ、ショッピングセンター大なシティとなった青少地域では、最大級のショッピングモールである。イーストモール、ウエストモール、ウォークの3つの棟で構成され、専門店は合計で100以上、駐車台数は4000台を超し、シネマコンプレックスの東方シネマズ、小田原や、 大道スポーツクラブなどの娯楽施設も併設された大型の複合型のショッピングセンターとなっている。また、イーストモール内とウエストモール内には同じ店が入っている場合もある。近隣に1999年3月18日に開業した小田原シティモールクレッセ等とともに郊外型の一大商業地区を形成している。119の専門店が出店している。 ショッピングセンター。かつては西部小田原県を各店舗としていた。主要テナントは公式サイトを参照。伊東洋華堂を各店舗として40の専門店が出店しているショッピングセンター。主要テナントは公式サイトを参照。東方シネマズを各施設として10の専門店からなるショッピングセンター。専門店よりも飲食店の方が多い。 シネウォークとガーデンウォークに分かれている。営業時間はショップにより異なる。主要テナントは公式サイトを参照。東方シネマズ小田原は2002年12月20日にバージンシネマズ小田原としてオープン。その後、バージンシネマズジャパンの東方による買収に伴い2004年2月28日に玄関名に解消した。かつて小田原市内には 小田原東方という東方系映画館が長崎や小田原県の地下1階にあったが2003年8月31日に閉館している。プールエアロビジムサウナなどある神奈川県最大級のスポーツクラブ。近隣では珍しいラケットボールコートが2面ある。ありがとうございます。